で一旦鳥取から帰ります。そして狩猟免許なんだけど、狩猟免許ってその本籍地があるところしか、ところの試験会場でしか受けれないらしいから、自動的に倉吉の申し込みってキャンセルになったんだよね。申し込みの時点で言えやって話なんだけどね。まあ所詮県の職員か、おのれなべちゃんで、風がもうひどいな。はい、でここが、今回の目的地、目的移住サテライトセンターマブヤのある下市っていうところ。で、まあ、ここから徒歩でちょっとマブヤまで歩いていきます。まあそこにね、風力発電とかある海岸沿いがなかなか面白いね。やっぱりその昔ながらのね、たたずまいというか、個人的に好きなとこだよね。ちょっと海岸線を歩いてみようかな。